社長。なんだ？ボーナスがまだ振り込まれてないんですが、何かトラブルとかあったんですか？ねえ、それなら心配すんな。お前のボーナスは手渡しだ。手渡し？どうしてですか？いつも我が社のために頑張ってくれている大平くんだからな。その感謝の気持ちも込めてどうしても手渡ししたかったんだよ。はあ、そりゃどうも。あらよ。ありがとうございます。ここで確認してもよろしいでしょうか？おお、いいぞ。えっ、5963円？これって何ですか？何ってボーナスに決まってるじゃないか。スカットライン。俺の名前はヒロシ。隣町の工業高校に入学したものの、学校の勉強に意味を見出せなかった俺は、夏休みに入る前に自主退学。現在はネジ職人である父のもとで修行をしています。おいヒロシ、そこの工具取ってくれ。はい。あと出来上がったネジ、発注先ごとに分けとけ。はい、父さん。バカ野郎、父さんじゃねえ。ここでは社長だ。何回も言わせんな。はい、すいません社長。おめえは学業を放棄したんだ。ならそれ相応の覚悟で今後の人生を歩まなきゃならん。俺のもとで修行をしたいってんなら甘えは許さんぞ。はい、父さん。あっ。従業員数5名ほどの小さな町工場、大平ネジ。父が作るネジは多くの企業で絶賛されていました。長く愛される商品を作り続ける生粋の職人である父を俺は心から尊敬しています。そうして月日は流れ、俺は20歳になりました。今月も赤字か。景気悪化で契約先も大手の安価なネジを選び出してますね。質より価格、時代の流れってやつか。うちの経営状況ってそんなに悪化してたのか。社長。ああ、なんだ。それなら新しいネジを開発すればいいんじゃないでしょうか。新しいネジ？はい、従来のネジよりももっとこう優れた何かを。例えば絶対に緩まないネジとか。ヒロシ、その案は確かに素晴らしい。だがな、俺たちもそんなネジを追い求めて今までやってきた。でもそんな簡単にできるもんじゃなかった。実は俺ずっと温めてたアイディアがあるんです。アイディア？はい、これを見てもらえますか。お、これは。もしこれが完成したらとんでもねえことになるぞ。もしかしたら世界を変えられるかも。世界を変える？そんな大げさな。いや、本当にそうなるかもしれんな。え？これは俺たちが成し得なかった究極のネジだ。よくこんなアイデアが浮かんだな。それは学校を中退してネジについて学ぶ時間がたくさんあったからそれでこそ俺の息子だ。いいじゃねえか。学びは学問に限ったことじゃねえ。父さん。よしヒロシ、絶対にこいつを完成させるぞ。はい。こうして絶対に緩まないネジの開発が始まりました。試行錯誤すること1年半。はあ、また失敗か。いやヒロシ、よく見てみろ。え？これはつまり。ああ、完成だ。やったー、ついに完成したんだね。ヒロシ、おめえとんでもねえもん発明しちまったな。こうして絶対に緩まないネジ、名付けてヒロシスクリューが完成したのです。ヒロシ、今までよく頑張った。これからはおめえ自身で道を切り開け。え、これは特許証？おめえの名義で特許を取得しといた。ヒロシ、このネジは紛れもなくお前のものだ。俺たちの夢託したぞ。え、ちょっと待ってよ。託したってどういうこと？悪いなヒロシ、このネジを開発するのに資金を使い果たしてしまった。商品化するまでの金はうちにはもうないんだ。でも開発している間は久しぶりに職人として熱くなれた。ヒロシ君、ありがとな。そんな。うちの工場は来月いっぱいで閉めることが決まった。これ以上やっても赤字を膨らますだけだ。引き際を見極めるのも経営者の仕事だからな。せっかくこのネジで経営を立て直せると思ったのに。みんなはそれで平気なの？なに、俺たちのことは心配すんな。仕事なんて選ばなきゃいくらでもあるからよ。おめえが作ったこのネジは必ず日の目を浴びる時が来る。だから腐らずに前を向いて進め。いいな。はい。工場を閉めてから半年後、父は長年患っていた病が悪化し、この世を去りました。父さん、俺必ずこのネジで世界を変えてみせるよ。その後、俺は就活を始めたのですが、はあ、これで11社目。まさかこんなにも学歴が響いてくるなんて思いもしなかった。ヒロシスクリューのことをアピールすれば一発な気もするけど、信頼できる会社に勤められるまで特許のことは話すなって父さんに言われてたしな。厳しい現実に心が折れかけていた俺は、無意識に閉鎖された父の工場へと足を運んでいました。はあ、父さんの言う通りだったよ。高校を中退した俺はそれ相応の覚悟を持って生きていかなきゃいけないんだね。ネジを作る情熱だけでなんとかなるって思っていたけど、俺の考えが甘かったよ。あれ、君は確か大平社長の息子さんのひろしくんだよね。え、はい、そうですけど、あなたは？若狭工業の若狭一郎です。ああ、そうだ、産業機械を製造する会社若狭工業の代表若狭社長でしたね。ご無沙汰しております。ああ、久しぶりだね。しばらく見ないうちに大きくなったな。若狭社長にはいろいろとお世話になりました。生前、父も若狭工業さんが最後まで契約してくれたから、うちの会社も最後までやり遂げることができたって感謝してました。本当にありがとうございました。いやいや、とんでもない。こちらこそ感謝しているよ。大平ネジの品質はどこよりも優れていたからね。そう言ってもらえて、父も天国で喜んでいると思います。いやー、惜しい人を亡くしてしまったね。源さんとはかれこれ20年の付き合いだ。彼は真の職人だったよ。ちょうどよかった。実はヒロシ君に話があってね。え、僕にですか？ああ、実は源さんから遺言を預かっていたんだ。遺言？もしも息子が再就職できずに行き場を失ってしまった時はどうか助けてやってほしいってね。え、父さんがそんなことを？職場では厳しい職人だったと思うが、ずっと君のことを心配していたんだよ。それで就職活動の方はどうなんだい？いえ、それがなかなか。それならどうだ、うちに来ないか？え、君が発明したネジのことは源さんから聞いてるよ。よかったらヒロシスクリューを見せてもらえないかな？ああ、はい、これです。これはすごいな、想像以上だ。よくこんなアイデアが浮かんだものだ。ありがとうございます。これを製品化できないなんて宝の持ち腐れだな。どうだろう、このヒロシスクリューをうちで生産してうちの製品に使わせてもらえないだろうか？もちろんこのネジを製造するための設備も整えよう。本当ですか？ああ、一緒に源さんの夢を叶えようじゃないか。はい、よろしくお願いします。それから数ヶ月後、ヒロシスクリューは若狭工業で生産され、実際の製品に使用されることになりました。ヒロシスクリューのおかげで業績は右肩上がりだ。改めてネジの重要性を実感しているよ。君がうちに来てくれて本当によかった。ヒロシ君、ありがとう。こちらこそ、こんな若造を拾っていただいて感謝しかないですよ。よーし、もうすぐ源さんの命日だし、今日は飲みにでも行くか。はい、お願いします。そうして数年の歳月が流れました。社長、若狭社長。若狭社長は以前から抱えていた持病が悪化、緊急入院しましたが、そのまま帰らぬ人となったのでした。社長、今まで本当にありがとうございました。僕にとってはあなたも父のような存在でした。若狭社長が他界してからほどなくして、新たな社長が就任しました。やあやあ、諸君、毎日のお勤めご苦労様。今日からこの若狭工業の代表取締役社長に就任した若狭のりお様だ。知らないやつもいると思うから説明しておくが、俺は先代の息子で、大学卒業後は本場の経済学を学ぶため海外留学していたんだぞ。とのことですが、実際のところ海外では遊びほうけており、語学すらまともに習得できていないただのボンクラ。おまけに帰国してからも会社に名ばかり専務として君臨するも、俺は海外で本場の経営学を学んできたと豪語し、長年働いている先輩社員たちからは厄介者扱いされているのです。はあ、こんなやつが2代目で本当に大丈夫かな。そんなある日のこと。さてさて、経営の基本は無駄な経費の削減で、まずは手っ取り早く人件費から削っとくか。従業員の給与明細一覧はこれこれ。はあ、なんでこの大平博士ってやつの給料だけ他の従業員よりも高いんだ。俺よりも年下だし、こいつネジを作ってるだけのガキだろ。製品開発部の社員より給料が高いのはどう考えてもおかしい。でもあいつ他の従業員からめちゃくちゃ慕われたらな。ガキのくせに気に食わねえ。調子に乗ってるやつは今のうちに潰しとくか。いつ俺の権力の差を脅かす存在に変貌するかわからねえからな。今日は待ちに待ったボーナス支給日。一体いくら入ってるんだろうな。あれ、振り込まれてない。おかしいな。社長。なんだ？ボーナスがまだ振り込まれてないんですが、何かトラブルとかあったんですか？ああ、それなら心配すんな。お前のボーナスは手渡しだ。手渡し？どうしてですか？いつも我が社のために頑張ってくれている大平君だからな。その感謝の気持ちも込めてどうしても手渡ししたかったんだよ。はあ、そりゃどうも。あらよ。ありがとうございます。あ、じゃらじゃらって小銭？ここで確認してもよろしいでしょうか？ああ、いいぞ。失礼します。5963円？これって何ですか？何って、ボーナスに決まってるじゃないか。いや、悪いご冗談を。冗談？冗談なんかじゃない。わかんないのか？その金額の意味を。金額の意味？ 5963 円。5963。ご苦労さん。ご苦労さん？大正解！つまりはそういうことで、これ以上は言わなくてもわかるよな。それってまさか会社を辞めろってことですか？親父の経営方針では先がない。経営は利益が全て。そのために経費削減は最も早急に取り組むべき課題だ。だったらもっと節約できる経費がたくさんあるんじゃないですか？四六時中つけっぱなしの社長室のエアコンとか、接待という名のキャバクラがよいとか。それは必要経費であり社長の特権だ。ちょっと何言ってるかわからない。ふざけないでくださいよ。俺様はビジネスの本場で経済学を学んできた人間だぞ。この会社をさらに大きくするためには、極限までコストを下げて、より安価で大量生産ができる体制を整える必要がある。安価で大量生産って、そんなことをしたら品質保持が難しくなるんじゃ。信頼するね。安かろう悪かろうで、ダメなら新しい製品を客に買わせるまでだ。しかし、先代は長く使ってもらうことに商品価値があるって。先代は先代だ。今の社長は誰だ？それはのりおさんです。そう、今の社長はこの俺様だ。俺の経営方針に従えないなら無理にいてもらわなくて結構。お前みたいにただネジを作ってるだけで好待遇の人材はうちにとってお荷物でしかないんだよ。はあ、もうダメだ。そうですか、わかりました。俺を拾ってくれた先代社長への恩義のつもりで頑張ってきましたけど、もう我慢の限界です。これまで大変お世話になりました。物分かりがいいじゃねえか。悪く思うなよ。これも全て親父が残してくれたこの会社をでかくするためだ。どうなっても知りませんからね。俺は最後にそう言い残し、若狭工業を退職しました。早いとこ次の仕事を探さないとな。しかしまたも学歴が邪魔をして再就職は思うようにはいかず、またここにたどり着いてしまった。父さん、俺どうしよう。次は誰も助けてくれなさそうだ。はあ、困った。あちゃー、閉まってるじゃないか。こりゃまいったな。ここに何かご用でもあったんですか？いや、ちょっと大平ネジの社長大平源さんに折り一点ご相談があったんですが、工場を閉められていたんですね。ええ、ここはもうだいぶ前に閉鎖しました。実は僕、大平源の息子で大平博と申します。父は病気で数年前に他界しました。そうでしたか。ああ、申し遅れました。わしは桂宗八と申します。桂ボルト株式会社の代表をしております。桂ボルト、ボルトっていうことはネジを作る会社です。まあ今にも潰れそうな零細企業なんだがね。そうでしたか。それで父にどのようなご用があったんですか？ああ、こちらのネジの評判を耳にしましてね、何か仕事があれば下請けで OK できないかと思っていたんです。うちには熟練の技術者はいるんですが、新製品を開発するためのアイデアがなく、現状維持が精一杯。このままじゃうちの会社は。このおじいさんの会社も厳しい経営状況なんだな。それなら僕の作ったネジを使ってもらえませんか？君が作ったネジ？はい、これです。これはなんて斬新な発想なんだ。これを君が？はい。そりゃたまげた。このネジ、特許は取っているのかい？はい、僕の名義で。でも今のところ宝の持ち腐れて、それでもしよろしければこのネジをそちらの会社で製造販売させていただけませんか？なんと、それはありがたい。ぜひうちに来てください。まあ給料はそんなにお渡しできませんが。構いません。僕はこのネジを生産できるところを探していました。こうして俺は宗八さんの工場で雇ってもらえることになりました。従業員は社長の宗八さんを含めて3人で、皆さんかなりのご高齢、体力的にも経営的にも限界が来ているのは明らかでした。お、坊主が例のヒロシスクリューの開発者なんだってな。はい、大平ヒロシです。よろしくお願いします。おー、よろしく。やっぱ若いやつは威勢がいいな。俺は健三だ。私はここでは長さんと呼ばれてるよ。坊主、早速そのヒロシスクリューちゅうやつを拝ましてくれねえか？はい、どうぞ。これはおい坊主、やるじゃねえか。なるほど、こりゃすごい発明だ。これなら大型重機や振動工具にも使えるな。それだけじゃない、インフラ事業でも応用可能だよ。そうなんですけど、実はネジが大きくなる分問題もあって。問題？はい、ネジの頭部を成形する頭部圧造と、成形された軸にネジ山を形成する転造、どちらもネジの品質を決定づける重要な工程で、職人の熟練した技術が必要とされるんですが、どうしても人材面で実現が難しくて。なんだ、そういうことが。それなら俺たちに任せろ。え？頭部圧造の長さん、そして転造の健三、彼らの熟練された腕前は確かですよ。若狭工業の技術ではさまざまな用途に合わせるネジは作れなかった。でもここにいる方たちとなら。宗八さん、ここで僕にこのネジの改良版を作らせてください。さまざまな用途に活用できる新たなネジを完成させてみせます。そのために皆さんの力も貸してください。どうかお願いします。若いって素晴らしいですね。よっしゃ、ここは坊主の熱意にかけてみるか。久しぶりに私の腕前を見せちゃるかの。いける。このメンバーなら世界を変えるネジを完成させることができる。皆さんで最強のネジを作りましょう。こうして俺は新しいネジの開発に乗り出すのでした。それから3ヶ月後、従来のヒロシスクリューに改良を重ねた新ヒロシスクリューが完成。そこからすぐに商品化をすると、新ヒロシスクリューは瞬く間に各業界に広まり、注文が殺到するようになりました。坊主、やったな。こんな素晴らしいネジに携われて幸せですぞ。皆さん本当にありがとうございました。一方、俺がいなくなった後の若狭工業では、今日ですでに5人が自主退社、しかも有望な人材が次々と。まあ改革には混乱がつきもので、人件費を削減する手間が省けたわけだし、よしとしよう。社長、なんだい？納期遅れや故障に対する対応の悪さなどクレームが絶えません。あんなもん俺にいちいち報告してくんね。お前らで対応しろよ。はい、わかりました。けどいつもこいつも使えねえやつばっかりね。なんだこの記事。新広志スクリュー、各業界からの注文が殺到、航空宇宙局マサも注目。どこがネジが、開発者はカツラボルトの大平博士。おいおい、どうなってんだあいつ。そのすっげえネジ開発したのかよ。うちで使ってるネジと何が違うんだって。ちょっと待て、このネジの形、あいつうちのネジパクってんじゃねえのか。おい、このネジは特許取ってんのかね。ああ、確かうちで持ってるはずですよ。そうか、わかった。あれ、あの特許って大平さんのものだったっけ。まあどっちでもいいか。そんなことよりもクレーム対応しなきゃ。ないぞ。どこを探してもあのネジの特許証が見当たらない。まあ親父のことで、こんなすげえネジをうちの工場で開発したなら特許を取っていないわけがない。おひれ、盗作はいかんよ。盗作はきちんと誠意を見せてもらわねえとな。数日後、新広志スクリューのおかげで会社も奇跡の V 字回復を果たせました。従業員も増えて力仕事を任せられるようになったし、私もだいぶ体が楽になったよ。ほんと広志くんには感謝だね。ああ、そうですな。おい大平、誰だおめえは。大平、どこにいる。出てこい、カナヌスってが。何があったのかね。この小僧が名乗りもしないで乗り込んできて、ヒロシを出せって。失礼ですがどちら様でしょうか。うるせえ、相原じじいはすっくんどれ。いやい、おひろひろし、さっさと出てきやがれ。のりおさん、一体どうしたんですか。どうしてもこうしてもねえよ。お前の新ヒロシスクリュー、あれうちのネジを盗作しただろ。盗作？とぼけだって無駄で、調べはついてんだぜ。あんたら盗作したネジで利益を上げてるわけだから、この会社のやってることは特許権侵害に当たる。特許権侵害？まさか特許権侵害をご存知ない。これだから中卒のクソガキと老いぼれじいさんは仕方ねえね。俺様が特別に教えてやるよ。特許権を持つ者以外がその発明を勝手に利用した場合、特許権者は利用の差し止めなどを要求できる。つまり俺には今すぐこのネジの製造販売を中止するよう要求することができるってことだ。ちょっと待ってください、このネジは。またない。だってこうしてる間にも我が社の最高傑作であるヒロシスクリューの名が汚されてるんだからな。いや、だからこのネジは。わけは結構だが、俺も鬼じゃない。どうだ、ここは一つビジネスの話をしようじゃないか。ビジネス？なあ、俺が特許権侵害で訴えない代わりに特許使用料として毎月売上の 10% をもらう。 10% ってどんだけ暴利なんですか。残念ですけどその要求は飲めません。もうそうかい。それじゃあ特許権侵害で差し止められてもいいんだな。いや、だから差し止めるも何も、そもそもその特許権は僕のものですからね。あ？何言ってんのお前。いや、だからこのネジは父の会社で働いていた時に僕が開発したもので、すでに僕名義で特許を取っているんです。そんなわけねえだろ。だったらうちはお前の特許を使わせてもらってる形になるんじゃねえのか。だがうちがお前にライセンス料を払ってる形跡はない。そうだろ、今朝も休み休み言ってね。まあそのことですか。実は若狭工業で働かせてもらう代わりにこの特許を無償で使ってもらうという契約だったんです。その分お給料に色はつけてもらってましたけど。ちょっと待て。ってことはもしかしてこの特許権を無断で使っているのはそっちじゃなくて。はい、あなたの会社若狭工業ってことになりますね。なんだと。僕若狭工業を去るときに特許をどうするか迷っていました。特許料を取るべきかどうか。でも長年お世話になった若狭社長の会社に大きな負担をかけたくなかったんです。だから若狭工業への特許権に関してはずっと目をつむってきました。そうだったのか。だからこいつの給料は他の社員よりも高かったんだな。なんか僕勘違いしてたみたいですね。それではこの辺で。待ってください。あなたが経営方針を切り替えたことで若狭工業はおかしくなった。かつて一緒に働いていた従業員からそう聞いています。故障やクレームが増えて業績が悪化してるそうじゃないですか。ねえ、あいつら余計なことは。じゃあもういいよ。今後はヒロシスクリューを使うのやめるから。それでお前も文句はねえだろ。このネジを使わなければ品質が損なわれ、結果故障する製品が増えてしまいますよ。製品への信頼を失ってしまったら若狭工業は本当に終わりですよ。ひゅー、製品の品質なんてたかだかネジ1個でそんな変わるんだろ。たかがネジ1個って。おい小僧、さっきから黙って聞いてりゃ。てめえそれでも社長か。あなたはこのネジ一つがお客様の安全に直結することを理解できていないようですね。安全面に直結？そんな大げさな。ほとんどの製品にはネジが使われています。それは社会インフラにしてもそう。インフラの整備には熟練した技術者を必要とする中、技術者の高齢化、少子化による新たな担い手の不足など問題が山積している。そんな中でこの新ヒロシスクリューがこれからの未来に果たす役割は計り知れない。あなたのような自分の利益しか考えていないような人にものづくりの会社を経営する資格はないですね。あんたは若狭工業にはふさわしくない。俺がお世話になった若狭社長の顔にこれ以上泥を塗るな。責任を取って社長職を辞するか、社長職にとどまり社員全員が辞めていくか、あんたに残された選択肢はどちらかです。ふざけるな。俺が辞めたとして誰が社長職を引き継ぐんだよ。俺がやりますよ。お前が。笑わせんな、無理に決まってんだろ。中卒のお前に君の何が分かるってんだよ。学びは何も学問だけじゃない。かつて父さんが俺に言ってくれたんです。だから俺は独学だけど経営学の本を読み漁っていつでも経営できる体制を整えていました。どういうことだよ。先代の若狭社長にもしも息子に経営能力がないと感じた場合は俺に責任者になってほしいって頼まれてたんです。なんだと。若狭社長が作った会社を何とかして守っていきたい。俺はもうこれ以上素晴らしい会社が潰れていく姿を見たくないんだ。あの時俺がもっとしっかりしていれば父さんの会社だって守れたかもしれないのに、もうあんな悔しい思いをするのはゴリゴリだ。ヒロシ君。おい小僧、おめえには会社経営は無理だ。そうだね、借金まみれで会社を潰しまう前に素直にヒロシに明け渡すのが賢明だと思うな。くそ分かった。でも条件がある。条件？何ですか。退職金2000万出してくれ。はあ。実は高級会社のローンと高級クラブへの売りかけなんかも合わせて2000万くらい借金があるんですよね。ヒロちゃん、どうか私に退職金をお与えください。お願いします。あきれましたな。バカ息子とはまさにこのことだ。ヒロシ君、どうするんだい？もちろんそんな大金は払いません。なんで？いいじゃん、お前のその特許で稼いでんだろ。金さえもらえれば社長を退くって言ってんだからさ。いいわけないでしょ。あんたにそんな金を渡すくらいなら経営を立て直す資金に充てます。ヘロシの映画ぞ、そこをなんとかしてくれよ。ああ、もうしつこい。これ以上言うなら特許権侵害で訴えますよ。訴えないよ、してくれよ。これ以上の負債は勘弁してください。その後、ノリオは社長職を辞任し、若狭工業からも追放されたのでした。結局借金まみれ。俺、これからどうやって生きていけばいいですか。一方の俺は宗八さんの業務提携のサポートもあって順調に若狭工業の立て直しを進めていました。ネジの供給はカツラボルトで一括管理。俺は若狭工業で新たな製品開発に着手しています。父さん、俺は必ずこのネジで世界を変えてみせるよ。よーし、今日も頑張るぞ。世界に羽ばたけ、ヒロシスクリュー。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。